お世話になります。ひとりでございます。ポケットモンスターサンムーンの特別体験版は以前の動画でプレイしましたが、スカルダン幹部と戦ったり、主ポケモンと戦ったりと、かなりストーリーがしっかりしているんですよね。それだけでなく、ポケ戦に行くイベントの前に強制バトルがあったり、後半にも強制的な連戦があったりと、結構ストーリーに癖があるんです。ではそのストーリー中に相手に負けてしまったらどうなるのでしょうか。ポケ戦に行く前に負けても通常通りポケ戦に送られるのでしょうか、それとも負けたとしても何か特別なセリフがあり先に進めてしまうのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて脳が暴れ出し、私の体から飛び出てアポロ11号に乗って月に行き、ちょっとしたら地球に帰還しました。多くの方の脳も月に行き地球に帰還していると思いますので、今回はサンムーンの体験版で敵に負けたらストーリーはどうなるのか検証していきたいと思います。はい、ということでやっていきたいなと思います。こちらですね、サンムーン特別体験版ですね。これ以前の動画とかでプレイして結構進めたんですが、わざわざ消してですね、もう一回ダウンロードし直して最初からちゃんとやっていきたいなと思います。最初からって言い方も変なんだけどねこんな2回も体験版やるやつなんているのかっていう話なんですが、そこはほっときましょう。はい、この辺りのムービーとかももうすでに見てるんでね、あんま触れずにいきたいなと思います。詳細はね以前の動画でご覧くださいね。市役所に行きましょう、引っ越し届を出さないとねっていう感じで引っ越し届出してに行くだけなんで、まあ大したストーリーじゃないですね。その後はもう強制的に市役所の中に入れられて進んでいくって感じなんで、この間操作とかできないんですよね別に。はい、でこっから操作できるようになるんですが、もうすぐね、出口にライバルがいるんで、それ以上ね先はね別にできないんで、まあ、やること決まっちゃってるんで特にポケ戦にやっぱ行くことできないんですよね。でいろいろ案内してあげるって言われて外に出たらもう強制的に、バトルがスタートっていうことですね。今この状態ではポケ戦に行くこともできないような状態なんで、スカルダンだ人のポケモンを奪う悪い奴らだよということで戦うんですけど、ここでもしやられたとしたらポケ戦に戻るのか、戻ってしまったらまたこいつらと戦うのかなっていうところもありますし、これどうなるのかかなりわからないところですよ。一番わかんないところですね。はい、じゃあここで負けていきましょう。でもこれ負けるのも結構難しいんですよね正直言って。まあ、というのも月光河のレベルがね結構高くてですね、こっちがレベル36で相手がレベル25ということで、で影分身15回しか使えないですから、15回のうちに相手に倒してもらわないといけないっていうことなんで、これかなり難しいです。影分身しかも相手の攻撃外れちゃうんで、なかなかね負けるの難しいんですよ。睨みつけるやってきたし、しかも外してくる影分身ひたすらやっていくしかない。多分他に方法ないと思うんでね。はい、噛みつくナイス。うわー全然入んねえ。マジか、きついなこれ。うわ当たんねえ相手の技が。もう影分身の PP ないからもう辻切りぐらいしかないからできること。これ無理じゃん。負けることができないわ。どうやっても負けることができない。いや倒しちゃった。うわ無理じゃん。いや勝っちゃった。だからこれ負けるためにちょっと頑張りましょう。これ多分セーブしてないんでもう一回いけると思います。マジこんな大変じゃねこれ。普通に負けんのこれなかなかしんどいぞ。運ゲーになっちゃうねかなり。うわこのムービー全部見ないといけないから結構なかなかだるいっすね。だるい作業っすね。また市役所行って話聞かなきゃいけないから、いや頑張ろう。企画10分で終わるかと思ったんですけど、100時間は多分確実にやってると思います。でもさすがにちょっときついんでもう1台 DS 買いましたちゃんと撮影できるやつを。これサブ機的な感じなんで、一番メインで使ってるやつニュー Nintendo 3DS LL ですけど、普通の 3DS LL をね買いました。今更ね新品じゃないですけど中古で買いましたという感じで、まあ、これも使ってね合わせて2台で撮影やっていきたいなと思います。もうやだ、やりたくない、しんどすぎるわ。はい、もうここで画面が映されてるということは、そう今まで何回もやりましたが、未だに相手に倒されていません。最悪な状況です。なお、回数はこれで1000回目となります。で、かかった時間はもう百何十時間とかかけてずっとやっておりました。色違いと合わせたらもう体験版で3ヶ月ぐらいやってますからね。悲しすぎる。これマジで涙出てます、今。本当に悲しすぎて。全然いい結果が出ない。しかもこれって確実に負けれないっていうわけでもなさそうなんですよ。負けれそうなんですよね。でも負けれないんですよ。一応この戦闘について話してますと、相手は睨みつけると噛みつくしかやってこなくて、その2択なんですが、こっち影分身やるから、ずっと回避率が上がっていく、相手の攻撃がずっと外れていく、それで倒されないんですよね。だから今まで最高で削った HP も、30ぐらいかな、残り。そこまで削れたんですけど、残りがいけないんですよね、やっぱり。で、噛みつくもこれしか食らない。レベル差がなんといっても25と36で11レベル差ありますから、全然削れないんですよね。なので、睨みつける序盤で、まあ5回か4回ぐらい当てて、残り全部噛みつく当てるみたいな感じじゃないと倒せないんですよね。だから確率的に、ありえなくはないんですよ、でも。もうほぼ、確率的には超低いみたいな感じで、だからこそここでやめるのが苦しいっていうのはありますね。でもやめないともうキリがなさすぎて本当に。で、やっぱりなんか、もちろん影分身マックスまで積んだからっていうのもありますけど、後半なんかやけに外れるなっていう時もあるんですよね。なので、勝てない仕様になってるのかもしれないですしね、実際。いやーでも、惜しいとこまで行くんだけどなー、絶対無理なんですよね。はい、ということで、77まで行きました。だから行けそうなんですよね。ただこれもう1000回やってもいけないんですよ。本当にもう悲しい。この結果。本当に嫌だ。もうマジで本当に勘弁してくれっつう話ですよね。本当にもう嫌だ。本当に。マジで泣いてますわ。いけそうだからこその。だから検証結果としては、負けそうだけど負けれないっていう検証結果にしときます。まあ、少なくとも私は百何十時間やりましたけど、途中から2台わざわざもう1台継ぎ足して買って、それでやったのにできないというね。もういけそうなんですよね、ほんと。本当に悔しい。最初の強制対戦のストーリーは無理ですので、ここは一応進めときましょうか。で、次のとこで負けてみましょうか。と言っても次のとこで負けたら、まあ以前の動画でもやりましたけど、全滅した後どうなるかっていうと、必ずポケモンセンターに連れてかれちゃうんですよね。普通のポケモンのストーリーと同様に。ですから、多分おそらくそうなっちゃうんだろうね。だからここだけが一番ポイントなんですよね。ここまではポケモンセンター一つも行けないですから、どうなるのかって一番気になるポイントなんですけど、一応でも次のストーリーのとこでも負けてみましょうか。ストーリー自体が崩壊する可能性もありますのでね。負けても進めるとか、そういうパターンになる可能性もあります。体験版ということもありますので、やっぱりここでね、ポケモンセンター来ちゃうので、もう最初の強制対戦以降はもうポケモンセンター確実にある仕様なのでね。まあある程度結果予測できちゃうんですけど、まあやってみましょうか。まあある意味、検証結果もちょっと予想外ではあったけどね。まさかこの10分で終わらせるつもりだったのに、100時間以上かかるとは。1ヶ月以上かかったわ。はい。で、10カラットヒルで、マジで色違い厳選でも、何のいい結果も出なくて、それで今回も、また長時間かけたのに、何のいい結果も出なかったからね。だから、私、合計2、3ヶ月、何のいい結果も出ない検証をやって終わったというね。本当にひどい YouTuber ですわ。悲しすぎる。で、ここでなんかやることは写真撮るみたいな感じなんですけど、で、ピカチュウを、貸してもらうと。はい、撮影して戦うんですよね。ここでジャラコと対戦することになるんですけど、まあ、これはまあ、ストーリーというか、まあ、野生対戦的な感じ、扱いっぽい感じなんで、ここは負けないで普通に行っちゃいたいと思います。はい、こいつと戦っていくよ、主ポケですね。はい、ジャランゴですね。で、ちゃんと私ですね、負ける準備しっかりしておきました。なので、まあ、適当に水手裏剣でもやっておきましょう。ここでもなんか、そんなストーリーしてないから、ただポケモンが出てくるだけだから、多分やり直しになるんだろうな。多分ね。はい、ここで月光が倒れていく。はい、あとは簡単ですね。適当に鳴き声でもやっておきましょう。ボディーパージとかやって。なんでボディーパージしかやってこねえんだよ。アホかよ。オッケー。頭突きでここでやられていく。はい、どうなるか。さすがにね、何も起こらないと思うんだけど。ああ、普通になったか、これ。3の手元で戦えるポケモンがいない。3を当てて320円なくしてしまった。あ、目の前が真っ暗になった。うわ、普通になるだけか。あ、マジか。普通にただ、つまんねえな。マジかよ。ということで、ストーリーに何の支障もないということで。あ、また普通にポケモンファインダー起動してやるだけ？ただ。マジか。何の、あれもなく。普通にもう一回写真撮って、もう一回このくだりよくできるな、あいつ。相手も。最初見たみたいな気分で。またあいつか、みたいな雰囲気出せよ。はい、じゃあここは普通に突破していきましょうか。いや、ちょっとダメージ食らっとくか。うわ、めっちゃ食らうじゃん。普通に負け、おい、ちょっとひるんだわ。普通に負けそうだわ。さすがに倒した。よしよし。ここで、来ましたね。もうこのスカルダンね、もう見たくないよ。もう散々何回も見たから、1000回も見たから。で、プルメリと、ここから強制対戦なんですよね。ああいう挟まず対戦ですから、ここで負けたらどうなるかってのも気になるところですよ。もしここで負けて、ポケ戦に戻るとしたら、また、ジャランゴのとこから始めなきゃいけなくなっちゃいますから、そしたらおかしいことになりますから、ここ結構気になるところですよ。ちゃんと食らっときましたから、いけるかな？食らった状態で始まるかな？どうかな？ああ、これもう見たくない。これ何回も見た。1000回見たから、これ。はい、ゴルバット。回復。ちょっと待った。これはきつい。また回復してる。待って、これ。そりゃないわ。またハマったわ。ちょっと待って、これ。いや、これ負けらんないわ、また。あ、でもあれか。そっかそっか。ポケモン入れ替えればいいんだ。ポケモン入れ替えれば、永遠に食らってられる。あ、それ、そうだ、そうだ、そうだ。これずっと入れ替えとけばいいんだ。オッケーオッケー。とりあえず倒されていく。ここで、影分身していきましょう。オッケーオッケー。いいよ。はい。急所に当たっていく。倒される。初めて急所に当たったわ。何回もやられたのに。初めて。オッケー。どうなるんだろうな、ここで。あ進んだおー、別のこれ、やつ見れてんじゃねこれ。3とか言ったっけ？あんた大したもんだよ。あ、褒めてくれた。ただし次はこんなもんじゃないからね。今度また会えるの楽しみにして。これはいいんじゃない？収穫じゃないこれ。これは収穫でしょ。お前、アローラに来たばかりだな。姉さんなりの優しさだよ。あー、そっかそっか。これ完全違うやつだよね。ちゃんと覚えてないけど、前のやつ、もう1ヶ月前ぐらいにやったから。やっぱり負けることがないからか。ポケモン入れ替えるぐらいでしか多分負けれないもんね、多分。マジか。これはいいんじゃない？なかなかグッドでしょ。まあ、最後良かった気持ちよく終われて。本当にたださ、一番最初の負けれないだけの検証結果で終わるかと思ったら。うわぁ、とりあえず面目が保ってたわ。動画化はしますわ、少なくとも。あ、ここでまあ普通に終わるって感じか。あれ負けれそうだけどね。もうさすがにやめさせてください、ほんと。ということで検証結果。サンムーンの体験版では敵に負けることすらできないでした。いや、この前の色違い厳選と今回の負けるやつで体験版なのに1ヶ月半も使った。これ私にとってはもう伝説的だわ。これまさに一人サンムーンライト伝説だわ。ごめんね、いけかじゃなくて夢の中ならいける。思考回路はショート寸前、今すぐ行きたいよ。泣きたくなるようなサンムーンライト、編集もできない見ない。だって純情をどうしよう。ハートは満月満月満月今日